福岡の小林優香選手です。2日間走ってみてどうですか？そうですね、初日よりも今日としっかり体調も整って足の状態もいいので明日が楽しみです。まあ、小林選手はどこでも、ね、一着ばっかりなんですけど、特に佐世保はデビューしてから負け知らずすごいですよね。そうですね、嬉しいです。いや、もう相性いいってことですよね、絶対ね。はいはい、もうずっと3連勝ですからね、佐世保この10年は。で、ね、小林選手なら1番車いらなくてもいいのにね、別に。やっぱり1番車がいいですか？まあ、そうですね、九州地区なので1番車もらえたのは嬉しいです。ああ、そうですね。どうです、ちょっとこう暖かくなってきたんですけど、やっぱり暖かい方がいいですか？そうですね、すごい走りやすいですし、はい、コンディションも整えやすいと思います。はい、やっぱ佐世保のこのまん丸なバンクも、まあ、気になってないですよね、やっぱりね。そうですね、相性もすごくいいと思うので、はいはい、いや、すごいです。でセッティングなんかもちろんやっぱ変わらずそのまま。そうですね、そのまま行ってます。あのブリヂストンはやっぱりずっと長年使ってるんですか？あれはもう競輪養成所入るときからずっとブリヂストンです。 そうなんですか。はい、あれやっぱサイズとか変えられるんですか？やっぱり普通のオーダーじゃない、普通の、はい、規定のサイズ、規定のやつ、はい、いや小林選手が特別のしようかなと思って。あ、そうなんですか。はい、わかりました。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。宮崎の那須萌実選手です。いや、初日もね、まくりも見てたんですけど、ちょっと那須選手今回ちょっと重いそうだったんですけど、調子はどうですか？ちょっと朝が苦手で、しかも 1,2 レースなのでちょっとしんどいですね。はい、ということで明日6はだいぶ、6レースですか、だいぶいいですかね？そうですね、元気だと思います。はい、気温はね、多分10度ぐらい、もうかなり上がってますよ多分。そう、あったかい方がいいんで、はい、いいです ね、 いいですね、宮崎ですからね。はい、はい、でメンバー見てどうです、この。いや、いいメンバー揃ってるなって思います。ね、これも強力なメンバーですよね、本当ね。はい、で、まあ、セッティングなんか変わってません？そうですね、もういじってないですね。はい、じゃあ、まあ、時間が遅いからもうだいぶいい方に向きますね、じゃあね。いいと思って強気で頑張ります。はい、じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、決勝いい枠もらったんでしっかり頑張ります。応援よろしくお願いします。東京の中村ゆかり選手です。連日やっぱりいい、ね、取る場所とか気合い入ってますね、やっぱり。ちょっと本当にもうここ数ヶ月、はい、つまりコロナにかかったり復帰して全くもって走れてなかったんですけど、ちょっとどうしてもこの佐世保でいいスタートを切りたいという思いで今回来たので、すごい集中して走れてると思います。いや、でも長崎といえばクリミサッカー、ね、全国が集まる生徒の中、おいっ子さんがお弟子に入ったと。そうですね、本当もうつい最近なんですけど、高校卒業 してきて、はいはい、まあ、競輪を始めたところなんですけど、はい、そしての一発目の私がここ佐世保をね走るっていうことで、おいっ子にもちゃんと頑張ってきてっていうふうに言われて、教えるのはすごく気合が、はい、入りましたね今回祭は。自分も弟子取ってから自分をこう良くなったんですよ。それまでチャラチャラしてたんですけど、本当に絶対帰ってきますよ、見てたら。そうです、やっぱ見本にならないと。そうなんですよね、はい、もう一個もついてこないと思うので、もう今回は本当初日から、あ、やっぱ気合いもうかなり集中してレースに入ってます。はい、で国見出身の船倉も誘導引いてるし、ね、そうですね、はい、本当に国民パワーで。こう決勝のメンバー見てどうですか？いや、もう小林優香ちゃんが本当に恐ろしく強いのは、ね、はい、分かってるので、はいはい、なんとかそこにねしっかりと食らいついて頑張りたいなっていう思いですね。はいはいはい、じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、久しぶりにちょっと決勝の舞台に帰ってくることができて、まあ、正直嬉しいです。でも、まあ、ここで満足することなく、はい、しっかり結果を出してお客さんの期待に応えたので、最後まで諦めず一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。東京の鈴木彩香選手です。いや、連日2着に8着、もう足戻ってるんじゃないですか？いや、まだ全然完璧ではなくて、まあ、ちょっともうちょっと上げていけたらなと思います。いや、そのレースのね、レースいいポジション取ってるし、やっぱ冴えてますよね今回ね。あ、モーニングなんですけど、はい、まあ、結構頭は冴えてるかなって思います。じ
じゃあ朝は意外と大丈夫な方なんですね。最近得意になりました。あ、まあ、朝練習とかしてるんですかね。いや結構午後練習多いんですけど。あ、そっちですか、はい、でも暖かくなったのはいい方なんですかね、やっぱり。はい、あ、前回は立川のモーニングだったんですけど、はい、佐世保の方が暖かくて。あ、はい、そうですね、はい、そこに今暖かいですね、この場所ね。え、ここ参加暖かくないですか。ここは暖かいですね。暑いんです。ちょっと暑いです、はい、でメンバー見てどうです。そうですね、動く選手がたくさんいるので立ち遅れないように頑張りたいと思います、はい、じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。山口の田口志乃選手です。いや、初日もね、那須選手のマークまくりにね、ついていってるし、今日も前々攻めた結果ですからね、インに詰まったのはね。そうですね、はい。やっぱりそのやっぱりなるべく前々勝負ような感じですか。そうですね、もう前々好位狙いっていうのが私のスタイルなので、それ意識して走ってます。またまた決勝も豪華ですね。そうですね、メンバーが豪華です。いや、高橋選手ね、前々攻めるレースですからね、期待してるんですけど、はい、どうですか、佐世保のバンク乗ってみて軽さはどうですか。そうですね、朝っていうこともあって風もなくてすごくバンクは軽く感じてます。で、明日6レースなら結構温度も20度近く上がりますから、はい、その分いいですか、やっぱり。そうですね、ちょっと朝早いっていうのもあるせいか体が思うように動いてない部分があるので、明日はもうちょっと動ける状態には持っていけるかなと思ってます。あ、そうです。もうだいぶね、温度も上がってるしね、はい、あ、でも 1,2 レースやっぱみんなきついって言ってますね。そうですね、私今回がその 1,2 レースモーニング初めてだったので、ちょっとなんかいつもと違うなっていうのを感じてます。あ、そうですよね、はい、そこからそのテンション上げれるからね、またね。そうですね、選手はね、はい、それが大事ですからね、テンションそこまで持っていくのがね、はい、あ、やっぱり好きな曲とか聴くんです、テンション上げるのには。そうですね、アップの時はもう決めた曲を聴いて。やっぱそうですよね、はい、で、なんですか、ユニフォーム着る前もちょっと決めてるんですか。もうアップで気持ちが入ったらもうあとはリラックスしてっていうのを意識してます。はいはいはい、やっぱ曲は大事ですよね、自分の曲、ね、そうですね、はい、曲線もね、はいはい、じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、大穴が出せるように頑張ります。応援よろしくお願いします。静岡の鈴木直選手です。やっぱり連日いい動きしてますね。そうですね、まあ、自分のしたいレースはできてるかなっていうところはあります。はい、あ、それで100勝おめでとうございます。ありがとうございます。やっぱり嬉しかったですか。なんか新聞にも載ってたんですけど、皆さんが祝福して。そうですね、なかなか最後の1勝がずっと決まらなかったので、はいはい、やっと決まってほっとしました。そういうところも連勝ですね。そうですね、今日も1着で101勝で、はいはい、もう200勝を目指して。はい、200勝を目指して頑張りたいです。どうせ暖かくなったんですけど。そうですね、寒いよりは暖かい方が好きなんですけど、この季節はちょっと花粉がすごくて、はい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 、それが辛いです。あ、花粉とか。はい、あ、確かにですね。いや、でも一回雨降ったらちょっと意外といい時あるんですけどね、花粉はね、はい、ちょっと降ってないです僕で今回出てないですか、花粉症は。いや、ちょっとはい、もう練習場所が地元のところが結構もう山奥なんで。あ、じゃあ花粉、はい、もうそこから多分持ち込んできてます。あ、大変、はい、なんか今日のテレビでなんか杉花粉とトマトがダメで今日テレビで言ってましたね。え、どういうことですか。昨日かな、なんか相性が良くないと。へえ、私トマト嫌いなんです。あ、なるほどですね、トマトはやめた方がいいってテレビで言ってました。耐えてないです。ああ、関係ない話です。よかったです。ああ、だからもうセッティングとかも変わってないですか。そうですね、変わってないです、はい、変わらず、はい、じゃあファンに一言お願いします。はい、最終日もしっかり優勝できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。沖縄の比嘉真理央選手です。初日ね、ちょっと鈴木選手に入られたような感じだったんですけど、うん、そのからこの今日の今日は逆に、ね、追いかけたような感じで。そうですね、今日はちょっとワンテンポ、ツーテンポぐらいから遅かったんですけど。ああ、そうですか、はい、
でもちゃんとこう決勝に上がってきますか。どうですやっぱ起きないですから暖かい方がいいでしょう。そうですね、結構暖かかったので体が動いてるのかなって思います。じゃあ日賀さんのシーズンになってきましたね。そうですね、はい、でもあっちはもう20はどう軽く越してますよね。そうですね、20度超えてて暑い時はもう26度ぐらいまで上がってあ、もう真夏ですね。はい、もうクーラーです。あー、クーラーですねあー、そうなんですね、はい、で明日のメンバー見てどうですか。いや明日結構動ける選手、足ある選手が揃ったので、臨機応変戦いたいなって思います。なんか積極的な選手多いですよね、はい、確かにね。そうですね。どうです、あの佐世保の番号の感じは乗った感じは。結構なんか軽くて走りやすいなっていう感じがありました。あまりそう風感じないですよね。そうですね、今回風ないような気がします。はい、はいはい、じゃあもう比嘉選手のもうバッチなバングですよね。暖かいしですね。そうですね、はい、明日いい着取れると思います、はい、じゃあファンに一言お願いしますいつも応援ありがとうございます。精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。